ケオスリングス3実機動画。前回のシナリオモードに続き、今回はもう一つのモード、バトルモードを紹介します。バトルモードはケオスリングス3に登場するモダンコロシアムを舞台に、バトルパートのみを存分に楽しんでいただけるモードとなっています。1試合3分程度で遊ぶことができますので、シナリオモードが遊べないちょっとした移動時間や休憩時間でもケオスリングス3を存分に楽しんでいただけます。バトルモードは2つの遊び方がございます。1つ目はノーマルバトル。こちらはあらかじめ設定した敵を倒していく、いわば腕試しができます。2つ目はスペシャルバトル。月ごとにイベントが開催され、特別な装備やレアアイテムを入手できます。イベントには1年分が初めから搭載されていますので、いつ始めても新しいイベントが楽しめる作りとなっています。ケオスリングス3は完全無課金ですので、参加しても課金は一切ございません。安心して遊び尽くしてください。ではご紹介としてスペシャルバトルをプレイしてみましょう。スペシャルバトルにはランクがあって、敵の強さが変わります。上位ランクほど強力な装備やレアアイテムの報酬が用意されています。またシナリオモードでは味わえない楽しみとして、バリエーション豊富なキャラクターボイスによる実況があります。ハイテンションな実況によるバトルは本編と全く違った雰囲気が味わえます。それでは早速バトルを進めてまいります。このように実況だけではなく、解説も入ります。ケオスリングス3に登場するキャラクターが驚くほどたくさん喋ってくれますので、ぜひたくさんバトルをしてもらいたいなと思っております。ここ、画面の左側なんですが、今月のイベントと報酬が出ておりますね。シナリオモードで詰まった際にはバトルモードで強力な武器をゲットしてから進むといった攻略もありですね。ということでバトルモードのご紹介でした。